言霊、古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。トップの言葉が現実になる。船舶用大型エンジンで国内トップシェアを誇る三井 E&S グループの中核企業株式会社三井 E&SDU。 新たな技術に挑戦しつつ高い信頼性を持った商品サービスをお届けする企業だ。今日はそのトップの言霊に触れる。親会社を三井 E&S として発足した会社なんですけれども、実はこの相生の地でエンジンを作り出したっていうのは1948年まで遡ります。大型の白用と陸用のディーゼル、今我々が製作しているのは FNG と重油の両方がたけるエンジンになります。脱炭素の潮流が非常に早く進んでおりますので、 CO2 を少なく排出する LNG 炊きのエンジンを今主力で製作しています。三井 E&SDU の仕事の魅力について尋ねた。これはちょっとなかなか普段の生活では見れるもんじゃないなっていうところ、実際我々が作ったエンジンを乗せた船がいろんなところを走ってるっていうところにもロマンを感じます。長い歴史のあるんですけれども、日々進化をし続けて、どん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 また新しい技術が出てきてます。その新しい技術には絶えず課題も付きまとってますので、その課題をクリアした時に達成感を感じるところがこの仕事の魅力だと思います。匠社長が抱くエンジンへの思いとは。船を一隻作るっていうのは本当大変なプロジェクトなんだなというのがこの仕事して初めて分かりましたね。個体個体が違うんで、生態調査みたいな、新機種で最初から担当したエンジンが初めて工場で火が入って回った時は本当に感動しました。まあ本当にわあ苦労したけど、わあやっとエンジン回ったって思って、思わずこうね、涙がポロッとこう出るようなことが若い頃ありました。匠社長が抱く従業員への思いとは。使っていただくお客様との距離が近い業種なんですね。いい製品、いいサービスを提供すれば、お客様からやっぱりダイレクトに感謝の言葉いただけたり、ありがとうって言ってもらえる業態でもありますので、多くのお客様にいいエンジン作ってくれてありがとうね、いいサービス提供してくれてありがとうねって言われるような経験をいっぱい積んでいただきたいと思います。三井 E&SDU の今後の展望について尋ねた。脱炭素に向けて次世代燃料が導入されていきます。親会社の三井 E&S の玉野工場とともにですね、連携していきながら新しい燃料への挑戦、製品への導入っていうことを目指していきたいと思います。匠社長が抱くトップ像とは。自分で決めなければならないというところでは孤独だと思ってます。ただ社長やっていけるのも全て従業員の皆さんに支えていただいてるっていうところがベースにありますので、多くの方の声を聞くこと、意見を聞きながら経営に反映したいなと思ってます。三井 E&SDU はこれからも海上物流および社会インフラへの貢献、発展を目指し、新たな技術に挑戦し続ける。自分自身が思い悩む問題とか課題とか、最終的には答えはいつも自分の中にあるっていうのが私が大事にしたい言葉です。言霊、古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。日本の舵を取るトップの言霊から日本の未来、そして時代が垣間見れたのではないだろうか。しないよね。